今回は6つの係数の論点についてお話ししたいと思います FP はお金の不安をなくすのが仕事ですからいろいろなお金のシミュレーションができなくてはいけません具体的には運用すると将来いくらになるかだとかあるいは将来必要となるお金を貯めるために どれだけのお金を用意して運用すればよいかなどを見積もることができなくてはいけないということです簡単な例を挙げますと今手元に100万円があってこれを年利3%の1年複利で3年間運用した場合いくらになるかを見積もるためには100万円 ×1.03×1.03×1.03 つまり 100万円に1.03の3乗をかけると万27 27円とと求めることができます逆に年利3%の1年複利で3年間運用するという前提のもと将来100万円を貯めるために今いくら用意しなくてはいけないかを見積もるためには100万円割る1 0 3る1 0 3る1 0 3 つまり100万円を1.03の3乗で割ると91万5,142円と求めることができますでは今手元に100万円があってこれを年利3%の1年複利で10年間運用した場合は将来いくらになるでしょうかこれは先ほどと同じで100万円に1.03の10乗をかけると 万円とと求めることができますただ少し電卓を叩くのが大変かもしれませんさて今まで挙げた例では一定期間一定利率で複利運用をするという前提のもと用意したお金をそのまま寝かしておくという運用方法でしたが将来必要となるお金を用意するためには まとまったお金を寝かせるだけではなくて、毎年少しずつ積み立てるという方法も考えられます。そこで、年利3%の1年複利で3年間運用するという前提のもと、毎年年末に100万円を積み立てた場合、3年後にはいくら貯まるかを考えてみたいと思います。年末に100万円を積み立てると、 1>, 1年目に積み立てた100万円は2年間複利運用されますから3年目には100万円に1.03の2乗をかけた106万900円になりますそして2年目に積み立てた100万円は1年間複利運用されますから3年目には100万円に1.03をかけた103万円になります3年目に積み立てるお金は運用しませんから そのまままま万円が貯まりますつまり3年後には309万900円貯まることになります。積み立て運用は複雑ですから10年積み立てるシミュレーションを手計算で行うのは相当大変です。そこで活躍するのが今回のテーマの6つの係数です。これは 一定期間一定利率で複利運用した場合の金額を見積もる場合長期間運用したり複雑な運用をした場合でも簡単に近似値を求めることができるツールです6つの係数の使い方は後で説明しますからまずはどのような場合に使うことができるのかを押さえていただきたいと思います6つの係数が対応できる運用スタイルは 一括型と積み立て型と取り崩し型の三つがあります一括型というのはまとまったお金を塩漬けにして一定期間一定利率で複利運用するスタイルです今これだけのお金を何もしないでそのまま寝かせると将来いくらになるかとか逆に将来これだけのお金が欲しい場合今いくら用意しなくてはいけないかが知りたいときに 簡単に計算することができます。次の積み立て方は毎年一定金額を一定期間一定利率で複利運用しながら積み立てるスタイルです。毎年これだけのお金を積み立てると将来いくらになるかとか逆に将来これだけのお金が欲しい場合毎年いくら積み立てなくてはいけないのかが知りたいときに 簡単に計算することができます。そして取り崩し型はまとまったお金を一定期間一定利率で作り運用しながら毎年一定金額を取り崩すスタイルです。今はこれだけのお金があるから将来いくらずつ受け取ることができるかとか逆に将来何年間にわたってこれだけのお金を毎年受け取りたいなら 今いくら用意しなくてはいけないのかが知りたいときに簡単に計算することができますちなみに取り崩し型は元のお金が増えながら同じ金額ずつ減らしていくというものですから貯金を取り崩す場合のシミュレーションだけではなくて借金返済のシミュレーションにも使うことができますつまりこれだけのお金を借りたなら毎年いくら返さなくてはいけないのか とか逆に毎年これだけのお金を返せる力があるのでいくらまでお金を借りることができるのかといったシミュレーションを簡単にすることができますではいよいよ6つの係数の使い方について説明していきたいと思いますこれはすごく単純で基準となる金額に適切な係数をかけるだけです 後で簡単な覚え方をご紹介しますから難しければ軽く聞き流していただきたいんですが一括型運用において将来貯まる金額を求めるためには現在用意できる金額に集荷係数をかける逆に現在用意すべき金額を求めるためには将来貯めたい金額に減価係数をかければ簡単に近似値を求めることができます。また 積み立て型運用において将来貯まる金額を求めるためには毎年積み立てる金額に年金集荷係数をかければよくて逆に毎年積み立てなくてはいけない金額を求めるためには将来貯めたい金額に減災基金係数をかければいいんですそして取り崩し型運用において将来取り崩す金額を求めるためには 現在用意できる金額に資本回収係数をかければよくて逆に現在用意すべき金額を求めるためには毎年取り崩したい金額に年金原価係数をかければ簡単に金時値を求めることができますどの係数を使えばよいのかを覚えるのは難しそうに感じますが後で紹介する簡単なルールを覚えるだけですから安心してください では現段階で適切な係数の判断ができる必要はありませんので6つの係数の使い方を例を使って説明したいと思います。先ほど今手元に100万円があってこれを年利3%の1年ふ利で3年間運用した場合いくらになるかを見積もるためには100万円に1.03のの3乗をかけると 万27 27円ととと求めるるこがができるという例がありました同じ例を係数を使ってシミュレーションしますとこれは一括型運用の話で将来の金額を求めるわけですから収価係数を使えばよいということになります。そこで100万円という基準となる金額に3年3%の収価係数をかけると 100万円 ×1.0927 イコール109万2700円となって近似値を求めることができます6つの係数を使うとシミュレーションする年数が長くても簡単に金額を見積もることができます今の例で運用期間を10年としますと電卓で100万円に1.03を10回かけて 134万3916円と求めることもできますが100万円という基準となる金額に10年3%の収穫係数をかけると100万円 ×1.3439 イコール134万3900円となって金字値を求めることができますまた先ほど年利3%の1年複利で 3年間運用するという前提のもと将来100万円を貯めるために今いくら用意しなくてはいけないかを見積もるためには100万円を1.03の3乗で割って91万円になるという例がありましたこれも係数を使って解くことができて一括型運用で現在用意する金額を求めるわけですから 原価係数を使えばよいということになって100万円という基準となる金額に3年3%の原価係数をかけると100万円 ×0.9151=91 万5100円と簡単に計算することができます。一括型運用では地道に電卓を叩いてもそれほど時間は変わりませんが 積立型運用や取り崩し型運用でではすすごく便利ですこれも先ほどと同じ例ですが年利3%の1年複利で3年間運用するという前提のもと毎年年末に100万円を積み立てた場合3年後にはいくら貯まるかというシミュレーションでは100万円 ×1.03 の2乗 +100 万円 ×1.03+100 万円 =100 万円。 三百九万九百円と電卓で計算するのは少し大変でした。しかしこれは積み立て型運用で将来の金額を求めるわけですから年金収穫係数を使えばいいということを知っていると百万円という基準となる金額に三年三パーセントの年金収穫係数をかけて百万円かける三点ゼロ九ゼロ九イコール三百九万九百円と。 すぐに求めることができますではここで適切な係数の選び方を紹介したいと思います適切な係数を選ぶためには当然どの金額を求めるのかを理解する必要があります運用パターンが3つあってそれぞれ現在の金額を求める場合と将来の金額を求める場合がありますからまずは テキストや画面にある図を書いてどの金額を求めるのかを把握してください。これが済んだらあとは3つのルールを覚えるだけです。ルールの1つ目は単純な運用は文字数が少ないということです。つまり一括型運用では原価係数か集価係数を使います。ルールの2つ目は年金〇〇係数は まとまった金額を求めるために使うということですつまり年金〇〇係数は積立型運用や取り崩し型運用の長い号の金額を求める際に使いますルールの3つ目は現在の金額を求める係数には弦の音があるということですつまり左側の金額を求めるための係数は減価係数か減債基金係数か 年金減価係数のいずれかであるということですそれでは早速このルールにのっとってどの係数を使えば良いかを導いてみたいと思いますまず単純な運用は文字数が少ないというルールから一括型運用では四文字の係数を使って積み立て型運用や取り崩し型運用では 6文字の係数を使うということがわかります。そして、年金〇〇係数は、まとまった金額を求めるというルールから、積み立て型運用における将来の金額を求める場合と、取り崩し型運用における現在の金額を求める場合に使う係数が、年金〇〇係数であるということがわかります。それから、現在の金額、つまり、 左側の金額を求める係数には弦の音があるというルールから、まず、一括型運用の左側の金額を求める場合に使う係数は、4文字の係数で弦の音がある係数であるということになり、減価係数だとわかります。また、取り崩し型運用における左側の金額を求める場合に使う係数は、年金〇〇係数で、 元の音がある係数であるということになり年金減価係数だとわかりますつまり積立型運用における左側の金額を求める場合に使う係数は残りの候補のうち元の音がある減債基金係数だとわかります同じように右側も埋めていくと一括型運用の右側の金額を求める場合に使う係数は四文字の係数で 弦の音がなないい係係数数であるとととうことになりりだとわかりますまた、積立型運用における右側の金額を求める場合に使う係数は、年金○○係数で、元の音がない係数であるということになり、年金集荷係数だとわかります。つまり、取り崩し型運用における右側の金額を求める場合に使う係数は、最後に残った 資本回収係数だとわかります6つの係数を使う際にはどの係数を用いるのかを見極めることができるかがポイントです見極める際にはまずどの運用パターンのシミュレーションなのかを読み取って現在と将来のどちらの金額を求めるのかを読み取ることができれば3つのルールを使って適切な係数を判断することができます ちなみに係数の数字自体は覚える必要はありませんから安心してくださいでは最後に実際に6つの係数を使った計算問題を解いてみたいと思いますまずは年利2%で複利運用できると仮定した場合5年後に100万円用意するためには今いくら用意しなくてはならないかという問題です 係数の問題では初めに運用パターンの図をメモするのがおすすめです。これは一括型運用の現在の金額を求めるわけですから使う係数は文字数が少なく弦の音がある係数ということで減価係数だと判断できます。したがって100万円 ×0.9057=90 万57 5,700円と求めることができます。 次は100万円を年利2%で複利運用した場合5年後にはいくらになるかという問題です。これは一括型運用の将来の金額を求めるわけですから使う係数は文字数が少なく弦の音がない係数ということで収荷係数だと判断できます。したがって100 1.1041万円 110万4100円と求めることができます次は年利2%で複利運用しながら毎年一定額を積み立て5年後に100万円を準備する場合毎年の積み立て額はいくらかという問題ですこれは積み立て型運用の現在の金額を求めるわけですから使う係数は 文字数が多くて年金がつかなくて弦の音がある係数ということで減債基金係数だと判断できますしたがって100万円 ×0.1922 イコール19万2200円と求めることができます次は年利2%で複利運用しながら毎年100万円を積み立てた場合 5年後ににはいいくらになるかという問題ですこれは積み立て型運用の将来の金額を求めるわけですから使う係数は文字数が多くて年金がついて弦の音がない係数ということで年金集荷係数だと判断できます。従って100万円 ×5.2040=520 40万4000円と求めることができます。 次は年利2%で複利運用しながら5年間にわたって毎年100万円を受け取る場合に必要な原資はいくらかという問題です。これは取り崩し型運用の現在の金額を求めるわけですから使う係数は文字数が多くて年金がついて弦の音がある係数ということで年金原価係数だと判断できます。 100万円かける4.7135イコール471万3,500円と求めることができます。次は元金100万円を年利2%で複利運用しながら5年間にわたって毎年均等に取り崩して受け取る場合、毎年の受け取り額はいくらかという問題です。これは 取り崩し型運用の将来の金額を求めるわけですから使う係数は文字数が多くて年金がつかなくて弦の音がない係数ということで資本回収係数だと判断できますしたがって100万円 ×0.2122 イコール21万2200円と求めることができます次は 年利2%の複利で、5年間にわたって毎年100万円を返済する計画により借り入れを行う場合、借り入れ可能額はいくらかという問題です。これは取り崩し型運用の現在の金額を求めるわけですから、使う係数は文字数が多くて年金がついて、弦の音がある係数ということで年金減価係数だと判断できます。 したがって100万円 ×4.7135 イコール471万3500円と求めることができます。最後は100万円を年利2%の福利で借り入れ5年間にわたって元利均等返済を行う場合毎年の返済額はいくらかという問題です。これは 取り崩し型運用の将来の金額を求めるわけですから使う係数は文字数が多くて年金がつかなくて弦の音がない係数ということで資本回収係数だと判断できますしたがって100万円 ×0.2122=21 万22 2200円と求めることができます。す慣れると1行の掛けけ算だけででから単純です。 しっかり練習して定期的に復習してくださいそれでは今回はここで終わりますありがとうございました